戦争がなくなってしまう。それは、危機感としてはある？仮想現実、オーガさん、そこでの戦争は起こる、か。それ、はあくまでも仮想だ。ゲームでしかない。なんというか、歴史と伝統と、常識、だろうか。人間は愚かであり、戦争は。それを消すことはできない。結局云々常識者、その領域での常識が歪んではいる。民主主義が狂っている。朝日新聞社は、そう書き立てる。理想ではない。価値観の問題で、森友賭け問題は、詐欺と誤解で済んでいる気はするが。野党もマスコミも追及を続ける。私の理想通りじゃないから間違ってる、ってのはおかしい。アメリカの方では、トランプ大統領のロシア疑惑、仕組んだのはヒラリー陣営だった？そういう話も出てきて。オーガさん、その姿は見えないが、皇帝はいる。